サンジョルジョ・マジョーレ聖堂はイタリアのベネツィアにあるベネディクト会の教会である。現在の建物はアンドレア・パラーディオにより設計され1566年から1610年に掛け同盟の島に建設された。最上部からの眺め790年頃に最初の教会の建設が始まり982年に島全体を ベネツィア共和国の総督トリビューのメンモの命令により、ベネディクト会へ与えられた。ベネディクト会は修道院として使用していたが、1223年の地震により建物全体が崩壊してしまう。地震後に修道士の手により教会は再建されたが、1565年にアンドレア・パラーディオの手により大幅な改修がなされるようになり、新しい教会を建設することになる。 1566年に承認がおり、パラーディオがなくなる前に完成することはできなかったが、1575年には、教会本体は完成しその後継続的に改修や内装が施され1610年に完成した。主労も1791年に完成し、現在はエレベーターが設置されており、最上部からはベネツヤの街全体を見回すことができる。 教会正面は明るい白を基調としており、古典主義様式をの様相を呈しているが、高さのある新動と低い側楼を持つ教会へとうまく融合している。これは建築を担当したパラーディオが苦心した部分であり、二つの正面部分を組み合わせた結果である。大きく広がった切妻を使った正面部分を側楼の部分まで覆い、その上に四つの巨大な柱を持った新動の 部分のみを覆う狭い切り妻の正面部分を乗せることで解決している。ルネサンス建築の基本とした内部も明るい白を基調した巨大な柱や壁ので構成されており、新郎は側郎を使って十字架の形状となっている。教会内部の両サイドにある聖職者席にはティントレットによる最後の晩餐およびマナの天候の巨大な絵画が飾られている。礼拝堂は ベネディクト会の修道士たちに管理されていたため他の教会や大聖堂など見られる礼拝堂を貴族などに売って収入を得るということをしていなかった一部祭壇を貴族に与えていたが派手な装飾などはされず修道士たちによる地味な装飾のみであるありがとうございます